はい、皆さんこんにちは、さちねです。いかがお過ごしでしょうか。はい、今回はですね、じゃがいもの芽かきと里芋の植え付け、そしてふきの収穫を中心にお届けしたいと思います。これはまだ3月ぐらいの映像で、かなり遅れてのアップデートになるんですけども、本当にカエルちゃんたちがですね、いろんなところにいるんですね。そしてチューリップの花もですね、植えた球根すべてですね、お花が咲きまして、色とりどり、工人さんも喜んでらっしゃるんじゃないかと思います。はい、無修正でこの色はですね、本当に素晴らしく綺麗な色なんですけれども、本当に心が和みますね、お花を見ているとですね。でこちらは裏庭部分の狭いエリアなんですけれども、花壇をですね作って、今後たくさんいろいろですね、コスモスとかマリーゴールドとかですね、植えていきたいと思います。でこちらはこの前ですね、レタス系をばらまきしたんですけれども、ポツポツとですね芽が出てきたようです。でこちらがですね、2月末から3月ぐらいにかけて種から植え付けた苗なんですけども、畑の土を使っているせいか、なかなか出にくい種もありましたね。かぼちゃなんかはすぐに出てくれたんですけれども、そうですね、半分で芽が出た感じですね。はい、でブロッコリーはほぼ発芽してくれたんですけれども、ちょっとまだ弱々しい感じなんですが、私はいつも大きくなるまで待ちきれないので、いつもすごく小さい苗をですね、ついつい畑の方に植えてしまうんですけども、それでも最初の段階は少し弱い感じはするんですが、徐々に復活して逆に強くですね、成長してくれるような気がします。その段階で弱いものはもうなんか溶けてなくなっちゃう感じになってしまうんですけども、まあそんな感じで種からいつも私は育てております。ちょっとこれは徒長している感じなんですけども、枝豆もちゃんと出てくれました。そして続いてじゃがいもの芽かきなんですが、こちらもすみません、かなり前の話で、3月ぐらいにですね芽かきをしたんですけれども、基本的に 2,3 本残す感じで最初の段階はやっていたんですが、すごく私は芽かきが下手くそで、根っこからこう抜けないんですね。いつもブチって切ってしまうんですけれども、最初の半分ぐらいはちゃんと 2,3 本残す形で芽かきをしていたんですが、だんだん面倒くさくなって、最後の方はですね、もう 1,2 本ぐらいしか取らずに、おそらく4本ぐらい残ってるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、そんな感じで適当に芽かきをやってしまいました。はい、基本的に 2,3 本に残した方が栄養がそちらに行くので、大きなじゃがいもがですねできるっていうことなんですけれども、まあどんなじゃがいもができるか楽しみです。はい、でそしてですね、やっと第2の畑の畝が完成しました。これは3月の映像なんですけれども、これでやっとですね里芋の植え付けができそうです。はい、で大物芋っていうんですかね、ホームセンターで買ってきた里芋なんですけれども、比較的小さめサイズで、もうあまり残ってなかったんですね。大きめサイズのやつが売れ残りって感じで、まあ、サイズは小さかったんですけれども、まあなんとか芽が出ましたので、これを畑に植え付けていきたいと思います。ということで、これから里芋の方を植え付けていきますけれども、芽が出ている方を上側にして、細い方を上側ですね
にして植え付けていきます。大体私の手がですね、一開きっていうんですか、20センチ弱ぐらいあるので、それのかけ3で、まあ60センチぐらいですね、開けて種芋を植え付けております。今まで里芋は1回だけ鉢植えでやったことがあるんですけども、それでもまあまあ小さいものですけども取れたんですが、今回は畑で植え付けということでかなり期待をしております。はい、まあ、種芋自体が小さいのでどういう風な結果になるかちょっとわからないんですけども、深さは15センチほどですね、掘ってその土を横に盛り上げておいて、土寄せが簡単にできるようにですねしておきました。こんな感じで開けて芽が出てる方を上にして、はい、で土をかぶせて、さらに上にまあ5センチぐらいスペースがある感じで土をかけていきます。里芋はまあご存知の通り湿気を好むお野菜ということで、半日陰でも大丈夫な野菜なので、まあできるだけ日の当たりの悪いところをですね選んで、なおかつ湿気が多そうなところをですね選びました。はい、で今回は敷き草を引こうかなと思ったんですけれども、もみ殻がありましたので、これを上にパラパラとやって草が生えにくい、なおかつ湿気を保つようにしました。ということで、茎をですね収穫しに第2の畑の方にやってまいりました。はい、朝早かったので少しまだ夜露が残っていて、かなりウェッティーな感じだったんですけれども、はい、頑張って収穫しました。茎自体はすごく美味しくて好きなんですけれども、今までですね茎を自分で収穫して調理したことがなかったものですから、こんなにね自生する茎がアクが強いっていうのをですねあまり知らなくて、一応調べたレシピ通りにはやったんですけども、その時は美味しかったんですが、後でアクがやっぱり強かったせいか頭痛が止まらなくなりまして、一日中ですね恐るべし野生の茎ということで、皆さん茎の悪にはね十分注意してください。はい、やっぱり塩もみして1日ぐらいね水につけておく方が良かったですね。私は数時間しかつけなかったんですけれども、なので調理するときはですね十分注意してください。はい、結構ね太めサイズの茎も、たくさん取れました。まあ1人分なのでそんなにたくさんはいらないんですが、はい、母親が茎がとても大好きなので、一回自分で食べてみてどんな感じなのかやった上で、次の週にねたくさん茎を収穫して実家に持って帰りたいと思います。はい、結構ね草もたくさん生えてきました。
ということで、春から夏にかけては本当に草との戦いで結構大変ですね。かなり草が生えてきました。そして今作業をしているこちらの畑は上の畑になっておりまして、ここはですね、まあ畝はあんまり作らずに、まあ、できれば果樹というかフルーツ系をですね、植えていきたいなって考えてるんですけども、とりあえずブルーベリーこの前植えて、2つ以上ですね、違う種類のものがあった方が成長がいいということなので、ブルーベリー今もう1つ植えているんですけれども、これ以外にもですね、ラズベリーをですね買ってきましたので、それを横に植えていきたいと思います。私の夢としては、この上の畑はですね、果樹園みたいにして、できればブドウ棚なんかも本当は作りたいんですけれども、まだまだ先の話になりそうなんですけれども、まずはですねベリー系をですねどんどん植えていって、あとはオリーブの木なんかもですねシンボル的に植えていければなと考えています。この辺は、野獣というか小動物が結構入ってきますので、スイカとかああいうものをですね作ってしまうと、おそらく食べられてしまうんじゃないかなとは思うんですけれども、甘い匂いにですね誘われて、いちごとかもそうなんですが、でもなんとか夢の果樹園をですね作っていきたいと思います。はい、本日は以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。